9 PM NHK FM Music Square。火曜日の夜9時がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。 NHK FM ミュージックスクエアとっておきチューズデイのお時間がやってまいりました。3月14日、ホワイトデー。今日も皆様一日ご苦労様でした。なんで締めくくらないでってそうですか。92回目を迎えましたとっておきチューズデイ。今日はきな色の壁にうぐいす餅色のドアのですね、401スタジオからお送りしたいと思います。このスタジオでもなんか壁の色がすごい美味しそうなんですけど、だってうぐいす餅色にさきなこ壁でしょ。はい、というわけで、401スタなんですけれども、今日はね朝早起きでございました。きっと皆さんには普通の最近私、きっとみんな聞いて、最近朝早起きをしていてですね、朝から創作活動している曲作り、私去年も同じようなこと言ってたような気がするんですけれども、また最近だから仕事にお昼過ぎに出かけることが多いんですけれども、朝起きて一仕事して出かけていくこの充実感かなみたいな、なんだっけ、何自慢だ、だからでもその中でもちょっと今日早かったんでですね、ちょっとネムネムがやってきていたんですけど、さっきあそこのソファーで座っていた時にね、だけどやっぱりすごいですね、この音楽が流れるとパシッて目が開くんですよ。でこの間なんか NHK FM 聞いてたらさ、それではこの後はデューク エリットのエレシャリーコークリマスチャーチャーララララチャーララ始まって、おこんばんは谷村由美ですって、私言わないといけないのかなというですね、やっぱこれ人間っていうのはね、一旦体に染み付いてしまうと抜けません。さて3月に入りまして、我が家のピンクとオレンジのね、一鉢ずつ飼っているチューリップも3開き目に入りました。皆さんとりあえずチューリップ、花は植木鉢をね、うちは2匹飼ってるんですけど、それが開いて閉じて開いて閉じて開いて閉じて3回やる、これ4回やったらですね結構長持ちらしいんでね、この今開ききってる3回から閉じて4回目が開くのかどうか、そんなわけで春も近づいてきました。今日のいでたちは久しぶりにジーパンを履いてみまして、上はなんとノースリーブです。わ、すごいね、私ね本当に。というわけで今夜もたっぷりと皆様からのたくさんいただきましたお便りを紹介してい、きたいと思いますけれども、残すところとっておき中でもあと3回ということで、今まであまり紹介したことのないような谷村由美の曲を散りばめつつお送りしようと思っていますので、一体どんな曲が登場するのかお楽しみに。それでは105分間あさりはっきりくっきりすっぱりとっておきチューズデイ、のんびりと楽しんでね。うちのCD 棚からはみ出した CD を縦に積んでたんですけど、前その一番上にありました CD をね今日はかけたいと思います。春を呼ぶ KD ラングのホクホクソングです。毎年グラミー賞に顔を出しますアメリカの国民的女性アーティストです。 KD ラング、ミスシャトレイン。KD ラングでミスシャトレインをお送りしました。というわけで改めましてこんばんは、谷村由美です。早いですよね、もう3月が終わってしまおうとしていますけれども、いかがお過ごしでしょうか。さあお送りしたいと思います。はがき読もう、ペンネームいちごの好きなうさぎさんです。鹿児島県から来ましたね。あ、主軸だ、ほう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 。はじめまして由美さんという、いらっしゃいませさんです。いらっしゃいませ。毎週楽しみにミュージックスクエアを聞いておりまする。へ、ところで私はこの度結婚することになりました。パチ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 。もちろん彼もユミさんファン。おー、また出ましたね、夫婦カップルリスナーが。ところで私はこの度結婚することになりましたって、ここは読みましたね。二人とも同じ頃にそれぞれなんとなく、好きになり、一昨年のコンサートに二人で行き、大ファンになりました。もちろん去年の12月の鹿児島のコンサートも2人で行きました。あの時は遅刻してごめんなさい。君たちですか。
そういう理由で結婚式の披露宴ではユミさんの曲をたくさん使いたいと思っています。ユミさんのおすすめの曲はありませんか？またユミさんだったらどんな曲を使いたいですか？教えてください。これからもいい歌をたくさん作ってください。頑張ってね。ずっとずっと二人で応援していますっていうことです。やっぱりおすすめは別れても友達とかねそう、ごめん、すごい冗談、あ、失礼しました。なんだろう、あの恋に落ちたとか感動するかもしれないけど、一時期すごいポピュラーだった場合は元気です、多いんですよ、私が出席した結婚式で、うわーとか、あとあなたと生きていくとか、あと生まれ変わる気持ちとかね、トゥナイトとかですね。歌ってって言われるリクエストが多いのはトゥナイトかなね、圧倒的に多いのはそうですけれども、いや、おめでとうございます。あのどうぞお幸せになって、カップルでね、夫婦揃ってコンサートに遊びに来ていただきたいと思います。さて、これはペンネームパクパクかしこさんからいただきました。鉛筆楽器です。こんばんは、ゆみさんへ、はじめまして。いらっしゃいませさんです。いらっしゃいませ。最近になってからとっておきチューズデーを聞き始めました。普段はラジオなんて聞かないのですが、私の大好きな彼がこの番組を毎週欠かさずに聞いているんです。ちょっと風向きが怖いんだけど、それで一体谷村亜美ってどんな女なのって思って聞き始めたというわけです実直な意見ありがとうございます。そう、私は私の彼を、私の愛する彼を虜にしている谷村亜美に嫉妬してたんです今日はその彼の話をしたいと思います。今私は静岡県に住んでいます。3つ年上の彼 R さんは東京の大学に通っており、もう3年間も遠距離恋愛をしています。あれ、遠距離恋愛をしています。途中で何度もすれ違いがあって別れ話も出たけど、結局は別れずに今に至っています。ほー、私はとってもわがままでやきもち焼きでどうしようもない女の子です。うん、街で R さんと一緒に歩いていて、綺麗な女の子がそばを通ろうもんなら、ね、ちょっと今あの人のこと見てたでしょ可愛いなとか言ってしまいます。その度に R さんは見てないよって言ってくれるんですもういいカップルですねこの間 R さんの寮に遊びに行ったら、 R さんが面白いものを聞かせてあげるよと言って、この番組を録音したテープをかけてくれたんです。キャハハハッと流れる甲高いユミさんの笑い声、私のジェラシーはまさに燃え上がりました私、誰よこの女、彼、この人谷村ユミだよね、面白いと思わん、私、あんたこの人のこと好きなの、彼、別に好きじゃないよ、じゃあなんでテープにまで撮るのよ。それ以来谷村ゆみのことでは何度か揉め事がありましたR さんは、なあ一回ちゃんとラジオを聞いてみれば良さがわかるよと言いました。それでとっておきチューズデーを聞いてみたわけです。正直言って安心しました。だってゆみさんはさっぱりしていて、 R さんは単なるファンだなってわかったからです今では私もユミさんのファンです。お仕事頑張ってくださいね。最後に R さん聞いてますか？いつも迷惑ばかりかけてごめんなさい。愛してるぜ、じゃあさよならということで、あ、もう勝手にやってくれバカ野郎って感じですけどご苦労様です。でもいいな、あれですよね、あの私はね、一緒にこう好きな人とかと一緒に行ってね、例えば他に綺麗な人とかが来てそっちを見てても、絶対にあの人のこと見てたでしょって結構言えないタイプですからね。そういう時にね、そういうの入れるの絶対女の子としてはね可愛いと思うんですけどね。まあでも束縛しすぎると逃げられちゃいますから気をつけてください。でもなんとなく仲良さげなのでね、ほのぼのした気持ちにさせていただくお便りをありがとうございました。でも絶対に嫌ですよね、こう自分のこう好きな人がいて、でこう女の歌手とか聞いてたら、やっぱりポスターとかってあったら何よとかって思わないかな。でも大丈夫、皆さん、私あんまり女扱いされてませんからねあるじゃない、よくこう憧れられて谷村由美様っていうタイプじゃないじゃない、なんかみんな、あ、今日もね、はみ出し方法みたいな、なんかぶってぶってぶってみたいな人が多いですからね、あんまり大丈夫なんじゃないかなと思いますけどまあでも何がきっかけになるか分かりませんからね、ここで知り合ったらもうこれも何かの縁ですから、どうぞ末永くよろしくお願いします。さて今日はですね、まあ、残り3回のうちの1回ということで大事にお送りしたいんですけれども、どうもダラダラと進んでますが、とっておきチューズで、あの今まであまり紹介したことのないような谷村ゆみソングを今日はお送りしたいと思います。まず最初にですね、まあ、めったにかからない曲といえばあ、やだー、すご
ごい信じられない。ちょっと引っ張ってやめようかなと。やっぱやめようかな。でもいいや。ではですね、ういういしい歌声がちょっとこっぱずかしい曲をお送りしたいと思います。1987年、私のデビューソングですね。アルバム Believing から This is 谷村由美ということでですね、デビュー曲になります。この曲毎朝聴きましたからね。あの歌がういういしって感じですけれども、お聴きください。谷村由美です。 Not for sale。懐かしいですね。私もじっくりと聞くことがあまりないのが意外にデビュー曲です。あのこの曲 Not for sale アマンクールバージョンとして愛する人へにも全然違ったバージョンで、まあ、デモテープに近い形のものは入っているんですけれども、
なんで恥ずかしいかっていうと、それは今ではもう叶わないぐらいに一生懸命だからです。本当にかけ根なしに精一杯やってた自分にちょっと照れくさい気持ちになってしまうのが、まあ、デビュー曲のいいところなんでしょうね。さて続きましてはミシェル・ゲイルです。ルッキングアップ。今年日本でアルバムデビューをしました女性ボーカリストです。その中からイギリスでは2年前に発売されていたファーストシングルをお送りしました。ミシェル・ゲイルでルッキングアップでした。さてお便りを続いて紹介したいと思います。ですね、これは千葉県のジョン・レンコちゃんからいただきました。ゆみさんこんばんは。こんばんは。私は最近驚くべき事実に気づいてしまったので書きたいと思います。私も18歳になりまして、人並みに口紅を塗るようになりました。しかしどうも口がやたらと目立って、まるで口お化けなのです。少しでも綺麗なピンク色の綺麗な色のピンクなんかを塗ろうものなら、自分で鏡を見るのも恐ろしいです。それはさておき、友人と子供の頃の写真を見せ合っていた時、私の写真を見た友人が一言、あれゆきちゃん、私全然顔変わってないね。そしてあまりにも自分の合う口紅がないので、某化粧品会社の自分に似合う色を知るという広告を見つけ、丸バツチェックをしてみた私は、やっとここに来て自分がゆみさんと同じ童顔であるということに気づいたのでした。両親とも昔から老け顔なのに、なぜ。それではまた、くだらない話ですいませんっていうことですけれども、なんで気づかないかな今までね。私は早かったですよ、気づいたの。高校の時、あれ中学校か高校の時とかに、なんか子供の頃の写真を使ってクラスで作ったんですよ。文集じゃないけど、そういうなんか昔の写真と今の写真と一緒に貼って、なんかこう見開きに貼ってて、なんかこう顔だけくり抜いて体は絵を描いて、なんかなんとかなんとか3歳とかって大笑いされましたからね。どっちがどっちかわからないとか言って。でも私小学校4年生の時一番大人っぽかったんだよな。ワンレンでね、肩ぐらいまでの髪でしたからね。スーなんてして、あ、どっかあの写真あったら探そう。すごいなんかあれですよ、ピアノの前かなんかに座って撮ってる写真ですけど、私結構昔から嫌だな、そういうの見せるし、なんか昔からその3歳の時からピアノの前でさ撮った写真っていうのが確かあって、それとかあれですよ、ピアノの椅子の上に座布団いっぱいついてずっと、また椅子が低かったっていうぐらいちびっちゃい時ですから、変わってないですからね。結構でも意外にみんなそれほど変わってないですよ。でも皆さんこれ、私は大人になって随分変わったって思ってるかもしれませんけど、よく見るとあんまり変わってないですよ、みんな。多分そうじゃないですか。横山さん変わってます？何、どう変わったんですか？可愛くなったんですか？可愛かったんですか？もっと全然。あ、グンチさんは変わったかな。グンチさんはちょっと変わるタイプかもしれない。あ、でも違う、笑顔が違う。笑顔がなんか昔からやはり培っていた笑顔の気がしますけれども、でも私あれですよ、7ヶ月の時から同じらしいからもう別にいいんだもん、ね。さてこれは和歌山市からいただきました、とっておきネームニトロママセリンちゃんからです。17歳、谷村由美さんへ、はい。お久しぶりです、お元気でしょうか、はい。私の家の近くでは梅が満開です。おー、そんなシーズンですね。あ、私この間なんかそうだ、引っ越し祝いにお花をもらったらそれ全開に咲いてたわ。ずっと寒さは同じように感じるのに、梅はちゃんと春が来ることを分かってるんですね。今日は私の身近なちょっとした嬉しいことについて書かせてください。友達の一人が、ねえねえ、病気でもないのに食欲がなくなっちゃうってことってある？って尋ねるので、私は特に意識せず、疲れてんとちゃうの？って答えましたその次にその子はめげずに、じゃあね、私って人から見るとどんな風にみんなから見られてると思う？っていうので、はは ーんと思って聞き出すと全身からほとばしってるタイプですよねどうやらその彼女は恋をしていたみたいなんです。女子高生活5年目、高校2年生の終わりにして初めての初恋いつもは落ち着いて大人の雰囲気を漂わせる彼女が取り乱していて、頬は少し赤くして、それでちょっと涙目で、でも輝いています。その人のことを思うと胸がいっぱいでいっぱいで、ついでにお腹もいっぱいなんだそうです。
え、恋をするとお腹っていっぱいすくぞ。私は別に全然普段からとても真面目な人なので、そんな彼女が胸がいっぱいお腹もいっぱいな様子は本当に可愛くて、私まで嬉しくて幸せな気分になります。私が恋するときはいつも初恋なんてこと絶対に言わないと私は思う。谷村さんは誰かを好きになると変わりますか？私はやたら何でもかんでも張り切るタイプです私もそうそう、張り切る張り切る張り切る。ところでその初恋の友達は、相手が彼女のいる人な、初恋の友達の好きな相手には彼女がいるようで全く神様も手加減をしてくれないようです。でも今はその人を思うだけで十分だそうで、特に問題はないみたいです。そんな嬉しいことの裏には来週からの期末試験が隠れていましたそれでは読んでくださってありがとうございました。季節の変わり目は病気をしやすいようです。気をつけてください。また今度までお元気で、ということで、和歌山でも春の風とともに恋の風も吹いているんですね。うん、いいじゃないですか。でも本当、好きっていう気持ちが第一段階の時ってさ、やっぱりもうその人のことを考えるだけでもう生きている感じしますからね。なんかもう空気中のなんかこう、そういったなんかこう好きっていうこうエネルギーを吸って生きていけるっていう感じだから、お腹がいっぱいっていうのはそういうことなんでしょうね。特になんかそのご食欲っていうものを満たされなくても生きてられるし、結構睡眠不足でも全然平気だし、うん、っていうパワーがある時期、高校2年生の遅い初恋ね。でもだんだんこれがさ、時間経ってくると会いたいなとかさ、今度会って話をすると今度なんかもっと会いたいなとか、会って話をしたら友達になりたいなって、友達になったら恋人になりたいなみたいなね、いろいろ欲が出てきてしまいますけれども、そのこう始まりの始まりな、まさに今だから甘いウェーブ出しまくり状態、その時はね、女の子にはね一番最高のね美容液になりますからね、その気持ち大切にしてください。それではここで懐かしロックンロールをお送りしたいと思います。4年前のシングル、布袋さんです、 You。 はみ出しはみ出しほっほっほ、山口県下関市のペンネーム、本名希望日野隆くんからいただきました。学年末テスト編、2学期の期末テストの家庭科のテストが戻ってきた時のことです。全然勉強してないのになんと39点、お、なかなかじゃんと思ってると、友達が先生、このクラスの最低点は何点ですかと質問したら、先生がこう言いました。このクラスはね39点ですねそりゃ僕じゃいとつい大声で言ってしまいバレてしまいました。それだけではなく、今までの実力テストで国語クラス40人中27位、数学クラス40人中40位、英語40人中40位、三教科総合40位、情けないっす。今回の学年末テスト頑張りますっていうことですけれどね。あ、なかなか取れないですね。ほら結構辛いからさ、ビリってさその役柄をこう引き受けてくれる性格っていうのはいいよなかなかでもな、学校、高校、学校の成績なんて別にやりゃ上がるからな。そうだよ、やり方のコツだけですからね。頑張ってください。さて、由美さんこんばんは、いつも楽しみに聞いています。八王子市の大塚由美子さん、27歳働く主婦さんからいただきました。おう、ゆみさん髪の毛どうするか悩んでいるようですね。切るか伸ばすか決まりましたか？男の人もそうなんでしょうが、特に女の人にとっては重大なことですよね。髪型一つでイメージがガラッと変わってしまうんですもんね。それに髪は女の命っていうぐらいで、そう、あれは遡ること秋の味覚ツアーの時のことになります。私のゆみさんに対するイメージはアルバムフェイスやヒアーの頃の髪の長い女の子、髪の長い女の子、女の子しておとなしそうなイメージが強かったんです。ところがババーンと目の前に現れたゆみさんはショートカットであまりの違いで目を疑いました。とっても元気印で可愛くて、あ、これが本物の谷村ゆみかってな感じで、ゆみさんほど髪の長さ一つでイメチェンできる人は珍しいと思います。そしてどんな長さでも似合ってしまうところが素晴らしい。ここで個人的意見ですが、また髪を伸ばしていい女風してみたらどうでしょうか。ご意見お聞かせください。それでは。
速達なんだなこれありがとうみんな急いでくれて。あの髪の毛ねどうしようかまだ決まってないんですけど着々と伸びております。私早いんですよ髪の毛伸びるの。なんかだから結構このままでいっちゃうと夏ぐらいには腰ぐらいまでいくかなと思ってるんですけどいかないいかない。でもあのあれですよ、あの写真に撮った時ってやっぱりね髪の長さのイメージってすごく出るけど日常動いて生活してるとねあんまり変わらないですよね。長くても短くてもシャクシャクしてるには変わりませんから。だから割とあんまり左右されないタイプなんですけどどうしようかな。あんまり長く伸ばすのもな、またなんかすごい切りたくなってるんですけど。でも私名古屋で約束しちゃったんだよな、じゃあ伸ばしますなんて言ってね。でも気が変わったらごめんなさいってちゃんと言っときましたけど。そうまあでもなんかやはり結構でも気持ちが前向きな時に髪の毛を切るっていうのは多いような気がしますね。よしすっきりと行こうみたいな、こう一回こうそろばんシャッってこうやってシャッってこう通す感じに近いような気がするんですけれども、もうちょっと考えてみようかなと思います。今月中には結論出そうかなさてこれは新潟県からいただきました匿名希望、とっておきネームはゾウとムーミンちゃんからのお便りです。ゆみさんこんばんは。今日はちょっと相談があってお便りをした次第でございます。女の子なんですよ。実は私は胸がでかいです女の子書くかなこういう言い方で。胸が大きいとかあるじゃない言い方が、94センチバスト。いいなぁいいなぁ、いいじゃない、いい、もういい、この先読まなくていいですか。あ、読みましょうか。あ、いいなぁとか言われますけど、いいことなんてあるもんか。全く、どこがいいんだ。私は走るのがすごく好きなんですが胸は揺れて痛いし、言ってみたいな私一回そう、胸は揺れて痛いし階段降りるのも痛いんですよ。服はきつくなるし、ブラジャーなんてフルカップじゃないとダメです。おお、2分の1とか4分の3なんかブラジャーじゃない、あんなのちっとも役に立たんぞ、言ってみたいな。寝るときも何をするにも胸なんか邪魔になるだけです。ああ、あの頃のように思いっきり走れたらどんなに楽しいだろう。縄跳びだって得意なのに。ねえ、一体胸が欲しいとおっしゃる方は一体どうしてなんですか。見栄えとかエッチの時とかそういうのなんですか。笑っちゃいけないんだけど。ねえ、いいことなんてありませんよ。本当に本当です。どうしたら小さくなるんでしょう。垂れたくないよ、垂れたくないよ垂れたくないよ。こうなったら筋肉で固めるしかないのでしょうか。すごく切実なお便りなんですけれども、年齢が書いてないんだけど。タニーのカウンセリングのコーナーっていうのやめなさい、タイトルとしては。いやー参ったな。私からとかいうか世間一般の女性からほとんどの人がいいなっていう声が出ているような気がしますけれども、私ねでもちょっとね、あのなんだっけ、走って痛かったこと一回だけあったなと思いましたね高校の時そう思いました。うん、まあそんなことはさておきなんですけれども、よく言うよね、あの私の友達にも F カップかなり大きいですよ。 ABCDEF だから。最近はでもなんかあれなんですって、 A カップっていうのはもう存在しないらしく、昔 A カップって言ってた人は皆さん B カップになり、 B カップの人は C カップになり、何私は論じるかここでまたC カップの人が D カップになるって、結構ワンランクからあと寄せてあげる系で2つぐらい稼げるんですって。だからこの脇の下とかさ、背中のあたりからもう全部、お腹のも全部詰めてねみたいな感じで、だから結構もうなんて言うんだろう、そういう意味ではいわゆるこう A カップっていうのはもうないに等しいそうなんですけれども、でもその友達はねすごくやっぱり気にしていて、あのやはり電車に乗っていて知らない人からすごく見られるのが嫌だって言ってましたね。だからそれは確かに、あ、そうだなって。だって男の人とかパッと電車で見て、あ、胸大きいなって思っても仕方ないですよね。だからそれはそうかと思うと、うん、あれだけど、でも自分の体なんだからさ、愛情持ってあげないと胸もかわいそうじゃない。なんか絶対にね、あの恋人できたらきっといいじゃんとか言われて、そうかなって思ったら好きになっちゃうんじゃないかななんて思うんですけれども、ちょ、年齢が書いてないので大変恐縮なんですけれども、うん、だからでもそう、その子は、お友達の子はやっぱ垂れないようにすごい腹筋とかしてた。
うん、若いうちから垂れるんだとか言ってですね、うん、だからすごくその辺はねきちんとなんて言うんだろう、こうなんか体操があるんですよ。なんかこうこの胸の上のこう鳩胸のクルックのところを鍛える運動っていうのがあるらしく、私は取り立てて必要がないのであんまり習いませんでしたけれども、うん、だって言ってましたけれどもね、うん、だからまあそうこうなんていうの、こう憤りもわかるけれども好きになってあげてほしいなって私は思いますよ、うん、あるものを大切にしてください。体重がでも落ちると胸も結構ね落ちたりとかしますからね。そう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 、割とだからふっくらしてる時は少しこうグラマラスになって、でちょっと痩せてしまうと落ちちゃったりとか、結構ね胸から落ちたりしますからね、うん、女性そうですよ、うん、だからあもったいないって私も思うんだけどさあ次行ってみましょう。これはですね、もうすぐ24歳、京都市からいただきました。私は気楽な一人っ子ちゃんです。谷村由美様こんばんは。こんばんは、バレンタインの結果報告遅くなりましたが、私も一筆書かせてください。実は私非常に紛らわしく思うようなことをしてしまったのです。前に勤めていた会社の人たちとスキーに行ったりとかしていたので、男性3人にそれぞれ大きな箱で送りました、チョコレート。しかも自分から手渡しをしたわけではないのですが、一応表向きは3人とも義理なので値段だけは同じくらいにしておきました。あーというのも本命に近い人が3人の中に1人いたのです。あ、3人の中に1人いたのです。本命に近いってことは本命じゃないっていうことだろうかな。うまくいけば、うん、まあうまくいったらラッキーみたいな感じですかね。それほど追わないみたいなね。あーなるほど。でも他の人から渡してもらうので悟られないように結構神経を使いましたよ、本当に。でもちょっとおかしかったのは、妻子持ちの人が、あこれは本命だと思っていて、本命であげた人は、あ義理かと思っているらしいことですこれはね結構あるかもしれない。そう、本命の人が義理であると思うのは無理もありません。というのはその人は親子ほど年齢が離れているのです。本命の人は年は結構いっています。40歳半ばなんです。そして頭は良くて英語もペラペラやし、性格もとても穏やかやし、急に京都弁になってる。スポーツマンなんです。ここまではすごい理想系でしょ？ガタガタと音を立てて崩れていくのはかなりの中年体型なんです。それと年齢差もあったし、このチョコは本命ですと言えなかったんです。そしてその後会社を辞めることになって、自分がね挨拶に行った時、どうして僕にもっと早く相談してくれなかったんだよ、何でも聞いてあげて何とかしたのに、ま結婚は無理だけどとお話の前半は理解できましたが、突然なんでそこに結婚なんて言葉が出てきたんやろうとハートマークがあって、頭の中がいっぱい踊ってしまいました。なんだかよくわからなくなってしまいましたが、由美さんはこの話をどう思いますか。ゆみさんのすっきりきっぱりあさりちゃっかりしたご意見をお待ちしています。長い手紙を読んでくださいましてありがとうございました。ペンネーム私は気楽な一人っ子さんからいただきました。私に何を求めますかここで。でもまあ独身なのかなその人ね、40半ばでね、うん、まあ、でもそっか、20代で40代の人に憧れる気持ちすごくわかりますね。私の身近な方でもですね、40歳ぐらい、40代で奥さんが実は20歳とか22、3歳っていう人も結構いるんですよ。でみんなどこでどうやって騙したのとかって言うんですけども、口ではそう言いながら、でもなんかすごくそういう良さはすごいわかるなっていうこう感じ、その20代の子が憧れるその包容力みたいなのはねすごく感じることがありますけれども、紛らわしい渡し方やめた方がいいよ、本命の人が本当にいる時には。特に3人の中に1人いた時に全部こう同じにあげたりとかするのはあんまり私は良くないなと思うので、もう周りにバレバレでもいいから本命がいた場合にはその人にはこれなんですってあげた方がいいような気がしますけれども、たとえ相手の年齢が上だろうと下だろうと、自分の好きだっていう気持ちは大切に伝えた方が早く響くような気がしますけれども、私の意見はそんな感じでしょうか。はい、頑張ってください。それでは、お送りしたいと思います。恋に落ちつかまれた腕に振り向いて抱きすくめられて動けなくなる、うつむいた頬を手のひらですぐ唇を重ねた苦しいほど
きすくめられて動けなくなる。うつむいた頬を手のひらですくって唇を重ねた。苦しいほどこのまま永遠に抱きしめていて。谷村由美で恋に落ちた、お送りしました。さて、いつも元気な由美さんへというのは、とっておきネーム長崎の火の鳥さんからいただきました。3月1日が卒業式でしたということです。由美さん、はじめまして、こんにちは、といういらっしゃいませさんです。いらっしゃいませ。私はとっておきチューズデーを聞くようになって1年も経っていない新参者です。約1年前ふとラジオが聞きたくなってつけたところ、すっごく元気な女の人の声が私の耳に飛び込んできて、新聞で見るとミュージックスクエア DJ 谷村由美と書いてあるのを見て、へえ、この人が谷村由美かと、やっとその時由美さんという人を知ったくらいです。今はすでに虜になっているのですが、きっかけなんてこんなもんなんですね。ところで由美さん、手紙を書いた理由は他でもありません。実は私は歌手になりたいのです。歌手というか由美さんみたいなボーカリストになりたいのです。はて、私のような歌手とは。この間ボーカリストになったきっかけはという質問のお便りに、オーディションに受かったからですねと由美さんは言っていらしたのですが、そこで再び質問です。どうしてオーディションを受けてみようと思ったのですか？やはりボーカリストになりたいと思っていたのですか？そしてオーディションで優勝して歌うことを仕事としてやっていくことをどんな風に考えたのですか？私は4月から外国語短大に行くのですが、ボーカリストになりたいです。今頃そう思い始めました。由美さんは歌のレッスンとか受けたのですか？私は母と姉にしか歌が上手だと言われたことがないです。多いじゃないですか。実はうちの家族はみんな歌は本当に好きですが、本当に上手じゃないです。でも自分の声は好きです。私は保育園から小学校にかけての何年間かしかピアノを習っていないし、でも由美さんみたいなボーカリストになりたいのです。これ名刺になってるね。だから通いながらまたピアノを習おうと考えているのです。ピアノは今からじゃ遅すぎますか？由美さんは何歳頃から作詞作曲をしていたのでしょうか？それは作り方などを、学んだのですか？質問攻めだな、これ線引いていこう。私は何も分かりません。だけど一人でも誰か心が温まったり勇気づけられたりするような歌を歌ってみたいんです。こんなことを考えても今の自分の状況じゃ甘ったれた考えかもしれないけど、これが私の夢です。大きすぎる夢ですけど、由美さんの歌やお話を聞くようになってこんな風に思うようになりました。だから由美さんは私の大きな目標です。こんな私をどう思いますか？また質問だな。気まぐれなんじゃないのと思いますか？自分でもよくわかりませんけど、初めて夢というものを持ちました。本当に無理な夢かもしれないけど、無理だと思いたくないんです。それでは由美さん、突然こんな手紙でごめんなさい。いつも元気をありがとう。また書きますね、さようなら。結構私の元にね、とってもすごく多いんです。この仕事をしたいとか、ミュージシャンになりたいとか、作詞家さんになりたいとか、絵を描きたいとか、いろんな人がいます。悪いことだと思わないんですけれどもね。こんな私をどう思いますかっていうのに関しては、気まぐれなんじゃないのなんて別に思いませんけれども、順番にやっていこうかな。じゃあ、どうしてオーディションを受けてみようと思ったのですか？これはですね、はい、私はなんだっけ、バンドでキーボードを弾いていました。キーボードっていうのは後ろの方にいました。ライトが当たりませんでした。コンサートで。一回だけ、電気の当たってる真ん中に立ってみたいけれども、私は歌は歌わないけどどうしようというところでですね、一回だけならいっかと思ってオーディションに受けたのがきっかけでした。で、優勝して歌うことを仕事としてやっていくことをどんな風に考えていたのですか？困ったことになったなと思いました。正直って優勝した時は。失敗したなと思ってね、その時はね、嬉しかったけど、なぜ嬉しかったかっていうと、景品が8ミリビデオのセットだった。であと音楽研修体験旅行って言って海外に行ける、でこれは欲しかったんですよ。で8ミリビデオセットはすぐもらえたわけ。ちょっと1月ぐらいかかったけど到着するのに。当時もう新品でしたからね、最新機種でしたから、ラッキーとか思って、で海外も行けるのかなと思ったら、デビューしないといけないよって言われてですね、これはデビューしないといけないんだなっていう風にその時に思いましたけれども、なぜ困ったなと思ったかっていうと、ちっちゃい頃から音楽をやっていて、でそれは趣味だったわけですね。
でバンドをやっていようがクラシックピアノを習っていようが常にこうお金を払って音楽をやる環境っていうのがあったわけでしょ。で別に誰に迷惑もかけず自分の好きなことをやる、で誰に自慢するわけじゃないけど自分がなんかすごく一生懸命やっているものだったから結構なんかすごく大事なものなんだなっていうのは漠然と分かってたわけですよね。でそれを仕事にするということはイコールお金をもらうっていうことはお金に換えるということは売り物にするっていうことだし、やはりあのなんかねえなんかこう自分のこう空気のようなものを瓶に詰めて売ってお金をもらってしまったら自分自身が変わっちゃうんじゃないかなと私はその当時若かったから思ったわけですよ。なんとなくほらなんかなんかこう売り渡すようなイメージとかあったんでしょうね、きっと素人目に。だからなんか自分が自分じゃなくなっちゃうような気がして結構私は後ろ向きでしたね。今それをよく思い返してみるとそれはでも素直な気持ちじゃなくてもしかして失敗しちゃったらどうしようっていう不安をなんかこうそういうこうなんかでもだってどうせこういうもんだものっていうこう頭の中でこう自分の中に理由付けをしてね諦めようとしてたんじゃないのかなっていう気もしますが、でその時に自分に素直にどうしたいのねえねえねえって聞いたらやりたいっていう自分の気持ちがあったわけ、やってみたいってダメでもいいからって。でそれでまあじゃあ分かった、じゃあこの例えばその時にでもね不思議と信じてたことがあって、なんかね今こうしてこう毎週皆さんにお会いしてますでしょ、放送でね、こうやってねきっと会えるはずだと思ったわけ、誰かそのファンの人っていうファンって言うとあれですけれども、なんかそういう出会いがあるはずだとかすごく思ったのね。でそれを自分で放棄しちゃうのはすごいもったいないなってすごく思ったのを覚えてます。でそれでだけどこう葛藤した気持ちって無駄にならないはずだから、じゃあ自分自身をこう本当に売り渡してしまわないために、じゃあ自分の夢も自分自身も音楽も非売品だよねっていうことで、美しいですね今日、先ほどおかけしたデビュー曲が Not for Sale っていうんだけど非売品、珍しいタイトルですけどね、デビュー曲に Not for Sale、 そしてなんかこうそんな信じたいなって思った気持ちがあったことをアルバムのタイトル Believing っていうのでデビューをしたわけですよ。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、ピアノは今からじゃ遅すぎますか？全然遅すぎませんね。そして何歳から作詞作曲をしたのですか？曲はですね気がついたら作っていましたから、これは天性のものっていうとちょっとおこがましいですけど、誰かに教わるっていうことじゃないですね。ただレコードにするための曲を書くようになったのはデビューが決まってからですから、それまでは本当に勝手にこうピアノでガンガン弾く曲とか、その作曲とか作詞作曲っていうことのなんかにとらわれずこう音をこう出すっていうことはやっていましたね。でもまあいろんな、なんて言うんだろう、こういう仕事をするしていて思うのは、自分の意思はすごく大事だけど、割とやっぱり、なんていうのかな。自分の中でね、自分は、私はできると思ったらやるべきだと思うのね。なんていうんだろう。だから、そこに迷いがあったら、続かないから、苦労すっごいやっぱり大変なんですよ。皆さんから見たらね、いいな、好き勝手なことして、もうキャラ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 してね、毎週なんか気楽そうにハガキ散らして読んでねって思うでしょ？結構大変よ。ですから、この苦労はね、何と引き換えにするってもんではないから、これは本当にね、もう私は好きっていう気持ちと、好きだけじゃやっていけないですから、できるっていう確信が必要なわけですよ。半信半疑ならやめた方がいいと思うな。うん。これは本当に率直な意見です。でもやっぱり私これなのよねってなんか思うものがあったりとか、なんとなくそっちにこう、押し込められてしまうこう力ってものがあったりしますからね。それを私は常に感じてきているかな。うん。だから、そういう風なことは分かりますかね、そんな感じですよ。うん。でも張り合いというのは大事ですから、外語大学ね出といた方がいいよ絶対に。うん、音楽やるのにね無駄なんてないですから。私もちょっとしか行かなかったけど法律学んでましたけれども役に立ってます、大変。だからこれにこう絞って、じゃあもう音楽やるために全てを捨ててやるっていうのはねあんまりおすすめしませんね。当たり前の例えば学校の勉強だったりとか、当たり前の社会人としてのことをいっぱい吸収して、恋愛もいっぱいして、いっぱいいろんなことでいろんなことを経験した方がいい仕事できると思いますのでですね、一つ頑張っていただきたいなと思います。それではお待たせしました、今週の牧原くんのお時間がやってまいりました。たくさんリクエストをねいただいてるんですけれども、今日は私の独断でこの曲に決めました。牧原のりゆきさんです、ミルク。
牧原のりゆきさんで、今週の牧原くんはミルクをお送りしましたに続いてはジェームス・テイラーで、スマイリングフェイス。これは1978年、今から17年前の映画 FM のサウンドトラックからアナログ版でお送りしましたので、でも音綺麗でしたね。ブチ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 って最後の方にいましたが、最近ジェームス・テイラーハマってるんですよ。いいねジェームス、本当にボブ・ジェームスとジェームス・テイラー最近ちょっとハマっちゃってるんですけれども、ボブ・ジェームス昔なんかちょっと怖くて、なんとなくこう理屈っぽい風に聞こえてたから、あんまりねそんなにハマって聞かなかったんですけど、最近なんかねいいなと思ってね、ちょっとアナログしかないんですけれどもね、なかなかあのね CD にあんまりなってないんだけど、結構ポピュラーなやつはね、なんだっけ、ガットさんとやってたりとか、あのスティーブ・カーンとやっていたりとかして、ちょっとそれはまたそれで違うんですけど、このボブ・ジェームスっていうのとか、あのジェームス・テイラーとかいいんですよ。はい、というわけで、さてお便りを紹介したいと思いますが、ちょっと切実なお便りですね。ポロちゃんからです。受験生の皆さんが多いですから、こういう方も多いと思いますが、ディア・ユミさん、こんばんは。こんばんは。2月のちょっと前の放送になりますが、受験がプレッシャーで過食症になってしまったという方がいましたよね。いましたね。私も受験生です。同じようにプレッシャーに悩まされています。私の場合は受験恐怖症なんです。まさに今まで受けてきた模試で緊張したことは一度もなかったのに、いよいよ受験入試本番になるとめちゃくちゃ緊張してしまうのです。試験が始まる前からドキドキし始めて、始まると心臓がドキンドキンって言っているのがわかります。頭はパニックで手が震えて呼吸もうまくできなくなり、頭がクラクラしてしまうのです。こんな風に書くとオーバーだと思われるかもしれませんが、本当に本当のことです。こんな状態ですから試験がうまくいくはずがありません。センター試験ではもしでも取ったことのない史上最低点でした。国立大は絶対に無理になってしまったので私立大を3校受けましたが、3校とも不合格でした。この間も二次募集の大学を2校受けましたが、1校は同じように緊張し、もう1校は頭がガンガン痛み、試験どころではありませんでした。勉強不足、実力不足を棚に上げて、緊張したとか頭が痛かったとかは言い訳だと思われると思いますが、私はこの1年間頑張って勉強してきました。勉強してもやっぱりバカはバカなんでしょうか。私は無駄な1年を送ってきたのでしょうか。もうどこの大学にも行けそうもありません。最近人が信じられなくなってきてしまいました。以前はバカ正直だって言われるほど何でも信じてたのに、今は先生も大好きな友達も親でさえも信じられないのです。みんなが私が全部不合格だったことをざまあ見ろとか、バカとは喋りたくないとか、お金がもったいない、あんなバカに大学行かそうと思うんじゃなかったとか思っているような気がします。みんなが怖いです。こんな風に思うようになった直接の原因は、信頼していた担任の先生に、緊張してしまうのでどうしたらいいでしょうかと相談をしたら、そんなもんは知らんと言われ、浪人したいと言ったら、アホなこと言うてるな、お前の頭では浪人してもどこも受からんと言われたことだと思います。ショックでした。信頼していた人に突き放された感じがしました。私は養護教諭、保健室の先生のことかになりたくて、どうしても大学に行きたかったのですが、もう無理でしょう。ああ、何のために生きているのやら、消えてしまいたいです。長々と書いてしまってごめんなさい。最後まで読んでくださってありがとうございました。さようなら、ポロより。ということです。あの、誰もが持つ経験だと思うんですけれども、あの、私ね、初めて受けたの中学の入試だったんですけど、絶対に大丈夫って言われていた女子校、結構優秀な学校で、模擬試験でもうほとんど A ランク、もう絶対行けば受かるって決まってたんだけど、落ちたよ。これはで、それはなぜかというと同じです。それまでさ、あの小学校の時から結構私塾に行っていて、結構あの試験にはものすごく慣れてたのね。で、なんかあのこうなんていうの、進学塾みたいなのに行っていて、そのなんかあのなんていうの、こう会員とか準会員とかの厳しいところに行ってたんですよ。で、試験でもほとんど、だってもう別にそんなのいいやなんて小学校の時がいい加減じゃないですか。山の名前を書けとか、まあ、試験の内容もね、つまんないななんて思いながら、気候がどうしたのみたいなことを思いながら受けていて、だから試験、模擬試験とかすごく良かったわけだから、もう誰も何の心配もしなくて、ゆみちゃん絶対大丈夫って言われていて、ところがですよ、その本番になった時にこの学校に来たいなって思ったのかね、忘れちゃいましたけれども、
なんかね異常な世界になったんだと思う。チャイム1個鳴ってもドキドキしてる自分がいたのすごく覚えてるわけだから、先生が入ってきて試験用紙を配る時がもう全部コマ送りになってたりとか、なんかあの残像が残って4人ぐらい先生が見えてこうブレちゃったりとかして、めちゃくちゃ緊張してたの覚えてるから、それね全然普通のことなんですよ。で私はそれでだから全然なんか問題、いつもだと普通に考えて全然解けるような問題を平常じゃないかった記憶がありますから、怒った時は周りの人がすごく気にしてくれたんだけど、本人いたってやった友達と同じ学校に行けるじゃんぐらいにしか思ってなかったっていうところが、まあ若くてよかったかなっていう感じでありますけれども、だからそんなにまずだからとってもでもきっとあの勉強頑張ってね、真面目にきちんと勉強して頭がいい人なんだなってすごく思いました。ただ一つだけ注意をした方がいいなと思うのは、人の真心を受け止められなくなってしまっているっていうところに自分の心のゆとりがないから気をつけた方がいいなと思います。例えば、緊張してしまうからどうしたらいいんでしょうかって聞いた時に、そんなもん知らんっていうのはさ、本当にその切実さっていうことを受け止めてるより先生は、もう君は大丈夫だよって思ってるわけよ。あんなの知らんも自分でいつもの通り気楽にやんなさいって意味なわけよ。ね、だからアホなやつとかざまみろなんかもう全然思ってないし、で浪人したいって言ったらアホなこと言うてるのはお前の頭では浪人してもどこも受からんって言ったのは、これは愛情の本当裏返しで、もう絶対大丈夫だから、その頭で落ちるわけないんだから今年頑張れと、今こう期日中に上げてしまって決めなさいっていう、は実力発揮しろと、やる気を出せっていうことですから、それをねそういう風に受け止められなくなってるところはちょっと寂しいなって思います。無理もない気もしますけれども、まずはですね自分が自分を一番許してないから、人はもっと許してないと思ってしまうわけでしょ。で人はね結構もっと大丈夫、あ怒ったんだ、へえ大変だったねって終わっちゃうの、結構それだけのものですから、もう全然もうそんなまず自分を楽にしてあげないと、自分を許してあげないと、で悩んでこう今すごくいろいろ葛藤したこととかは無駄じゃありませんから、それは痛みとしてこれから人に接するときにそういう痛みを持ってる人もいるんだって、こういう痛みなんだって、同じ痛みを持ってる人いないけど痛い感じを覚えておくっていうことが大切ですけれども、なんとかポロちゃん頑張ってほしいなと思います。いつも言っているように受験で受かる合否よりも、私は人に対して受かった落ちた、特に落ちた時に人に対してのこうね接し方が本人には厳しい制度だな受験ってって思います。だからチャンスは一度きりではありませんし、まずは自分自身をよく頑張ったねって許してあげてください。受からないと自分が失格なんて思うことはないと思いますからね。またお便りお待ちしています。それでは聞いてください。谷村恵美です。懐かしい曲です。今が好き。君
に普通に普通に普通にはみ出しほほほーんにゃ工事現場編。神奈川県相模原市バビル王学生さんからいただきました。僕は今工事現場の警備員のバイトをしているのですが、ある夜のことです。作業隊の中に酔っ払いの親父が侵入しようとしたので、僕は止めようとして思わず声をかけてしまいます。声をかけた時こう言ってしまいました。ちょっとお客さん。居酒屋じゃないっつうの。本当にね、2月14日の夜もアルバイトしてました。想像を絶する寒さでブルブル震えている僕を尻目に、暖かそうなカップルは通り過ぎていきます。こちらからお願いしますとか言って作業隊の中に誘い込み、地下数十メートルの穴に落とし入れちゃうかななんて思っちゃったりしました。へへ。今年も母ちゃんと妹からだけか。しかも姉、妹のは残り物でしたということで、ね、まあ、だけど、はいはい。本当でも工事のあのこうやってる人寒そうですもんね。ついなんかご苦労様って言いたくなっちゃう人とさ、そんな言い方しなくたっていいじゃないって思っちゃう人と、2タイプ分かれますけれども、ご苦労様です。さて、これは自動販売機編。この間のことです。友達3人で遊びに行って喉が渇いたのでジュースを買おうと自転車を止めて自販機を見ると、なぜかホットアイスに各一つずつハテナマークという紙が貼ってあって、中身が分からないのです。これは面白いだと思い買ってみたところ、ホットの方になぜか高いクリームソーダが入ってました。もちろんまずかったです。他の友人2人はまともなものを頼んでました。ペンネームカニブラウニは最高だのポカパマズさんからいただきました。はみ出し方法にギャのアスキリストの係やってっていうことですけれども、そうすか。そしてこれは修学旅行の前編。先生が持ち物やお菓子のことについて話し終えた時のことです。先生、ということで他に何か質問のある人。生徒。先生。おい。新幹線の中でお菓子に当たりが出たらどうするんですか。当時中3受験生。この名言を発したのは顔は2枚目行動は3枚目の T 君で、私密かにラブラブなのキャーってことですけれども、これはとっておきネーム受験生はつらいよさんからいただきました。はい、密かに T 君のことについて相談があります。今度書くのでぜひ聞いてください。はい、急いで帰ってください。というわけで、あなたもはみ出してしまったはみ出し方法あったら、お送りください。郵便番号 150-01 NHKFM ミュージックスクエア谷村由美のとっておきチューズで、はみ出しちゃったのよの係ほか、いろいろなお便りをお待ちしています。残り2回になりました。あと残り3回を切りましたのでですね、お名前紹介はがきに名前を書いてもお送りください。さて、おまけのはみ出しほほほを書いてくれたのは愛知県、ペンネームがなんか大丈夫かな、鈴木純子ちゃんです。19歳。ちょっと前のことですが、最大積載量という書いてあるトラックありますよね。トラックに書いてありますよね、最大積載量何トンとかって。そこにあなただけと書いてあるトラックを見ました。詰めるだけよりもスイートでいいなと思いました。いいじゃないですか。私この間なんだっけ、お仕事の帰りにどっかちょっと離れたところにあるスタジオでテレビの収録をして帰ってきた帰りの高速道路を走っていたら、ファミリータイプのバンみたいな車が走っていて、朗らかなファミリーが乗ってるんだけど、後ろにさ、なんか筆書きで書いてある、爆山先生みたいな字で書いてある、なんて書いてあるんだろう、愛。彼らに一体何があったんだね。よく見たらね、色紙に、ちゃんとした色紙に太く汚く下手くそな字で、おい。だから大体ヒャッ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 って書いていくと画数多いじゃないですか。上の方の字で書いたら色紙の半分使っちゃって、下のこういうやつっていうのはもうなんかちびちゃーくなってるから、遠くから見たら何書いてあるか分からないんですよ。どんなカップルなのかなとか、子供がいるのかなと思って思わず横に並んだ時に見たらですね、別に普通のおじいちゃんおばあちゃんと家族と家族連れでしたけれども、何かモットーなんでしょうか。あれをですね、ちゃんと色紙に書いて、一番車の後ろの窓に後ろ向きにつけたっていうところに何か意味を感じたんですけど、一体どういうことなんでしょうか。ステッカーを書くならまだしもわからない。それではお便りを紹介したいと思います。由美さんはじめまして。これはシュガーティーチャーさんからいただきました。最近教師を目指しているリスナーの方からのお便りが多いですが、聞いているうちに私もお話をしたくなってきたので書かせてください。
私は教職について3年になります。先生ですね、学校の。うん、すっごく楽しいの毎日。うんちの私ですか、運動うんちのことですね。うんちの私ですが、子供が相手ならドッジボールやサッカーもそこそこいけるし、先生今日の勉強すごく面白かった、わかったわかったなんて言ってくれちゃった日にゃ転職かなとうのぼれてしまうし、子供うまいね。皆さん早く仲間になりましょう。かっこ 7,8 時間はトイレ我慢しないといけませんけどね。あ、そっか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 。さて、阪神大震災のために我がクラスにも疎開をしてきた子がいます。神戸から。クラスにとすっかり溶け込み、私としても安心しています。神戸の事情が良くなったら向こうへ帰るそうなので、短期間ですがいい思い出をいっぱい作ってもらいたいなと子供たちと考えました。いろいろ辛いことはあったけど、香川の学校に行った期間は楽しくてよかったなと思ってもらいたいです。この子に学力の保証をしてあげることで、阪神大震災のために何かできると嬉しくなるのです。風邪の薬を飲んでいたために献血で血を取ってもらえなかった私としては。そう、献血もしすぎると使い切れなくてね、期間中に随分なんかもったいないこともしちゃったようですけれども、これからも長くね、長い目で応援をしていきたいなと思います。あ、そういえば先週かちょうどマーチオブザミュージックというコンサートに出まして、またその時の話はコメコメクラブとジョイントをしまして、また後で来週でもしたいなと思っています。それでは、曲に行ってみましょうか。1977年の大ヒット曲です。今日は70年代のナンバーもお送りしていますね。デビー・ブーン、恋するデビー。そう、デビー・ブーンで恋するデビーをお送りしました。さて、これはね、ちょっと大量な、あれ、長崎市からいただきました、ペンネームオランダお稲さんからのお便りです。字がね、一瞬横浜さんに似てる、とても達筆の方なんですが、DJ の申し子&往年のレモンちゃんこと落合恵子さんであらせられます谷村さん、はじめましてこんばんはといらっしゃいませさんなんですが、もうここで世代を語っているようにですね、ちょっとね、嬉しいお便りなんで紹介しましょう。私はファンレターなんてこのように生を受けて初めて書きました。水不足の続いている長崎にも、先日2月28日久しぶりの雨が降り、乾ききっていた大地にとっては文字通り恵みの雨となりました。枯れ木のように見えていた桜の木の先っぽをよーく見てみると、硬くて小さなつぼみが自分の出番をじっと待っている、そんな感じのするこの頃の長崎です。オランダ坂を上り詰めた高台にあるマンションの我が家のリビングルームの大きな窓からは、眼下に長崎港、過去つい先日クイーンエリザベス2世号が来航してとても賑わいました。その向こうに、稲佐山っていうのかな、左手にはグラバー園、大浦天主堂が見えています。ごめんなさい、違ってたらごめんなさいね。そしてここからの夜景は表現のしようがないほどの絶景です。長崎夜景綺麗なんだよな。2月28日の放送で長崎へ行きたいなぁと独り言のようにつぶやいておられましたね。ぜひ我が家においでください。そしてこの夜景を見ながらスターダストのような曲を作ってください。行っちゃおうかな、行きたいな。2月の初めに横殴りの元気の良い雪が舞いました。その時にはタイミングよく谷村さんの雪の扉がかかっていたのです。窓の外の絵と部屋の中の音がぴったりでした。ソファーに座ってのコーヒータイム、これこそ私の至福の時でありました。このリビングルームの大きな窓からの眺めは春夏秋冬、朝昼晩どの時も最高です。私は火曜日は心の休養日と決めています。夜9時 A 列車で行こうとともに、このリビングルームのカーテンをすべて引いて夜景を見ながらとっておきチューズデーを105分間幸せをかみしめつつ谷村さんにどっぷりと浸かります。私はまだファンになって日も浅いので、とっておきチューズデーのテープは12本しか持っていませんが、しかし全て暗記するほど聞いて、どのテープであなたが一体何をつぶやいたかまで知っているという状態です。なぜあなたが面白いのかを今私は分析中です。今一つ言えることは、番組に起承転結がある。12本のテープのケツの部分だけを別テープに編集してみました。どこなんだろう、あ、ケツってあれだよ、結ぶね、結びの部分だけ別テープに編集していました。そして思うことは、本当にユミさんって28歳なんだろうか、20代なんだろうかということです。頭脳明晰であることは誰しもがまず認めるところでしょう。そうかな。私の主人なんか仕事一筋でテレビなど、あまり縁のない人ですが、
昨年のいいともに笑っていいともに出演中の VTR をちょっと見ただけであなたを誰とも知らずにおこの子頭いいねと一言言いました。そうでしょと私近年久しぶりに意見が一致した子供たちは24歳と18歳は笑っていました。そういう伏線があって1月7日には熊本の県立劇場に私はいたんです。あの人とならと主人が行きはフェリー帰りは高速で連れて行ってくれたんです。あ今年は博多も熊本も鹿児島も行ったろと言ってくれます。いらっしゃいらっしゃいらっしゃい、去年のように博多鹿児島年明けて熊本じゃちょっとこの年齢じゃ息切れしますから日程をもうちょっと組み出す時にはご配慮くださいねとかいうこと。南下するか北上するかです。ごめん私九州にいっぱい行きたいから 割とね散らしてるんですけどなんてずうずうしいですがとても楽しみにしているんですよ。早くライブをしてください。話は戻りますが12本のテープの中2つ最高傑作は何といっても1月10日の分です。そして1月24日1月31日の2本はあなたが苦しんで放送しているのがひしひしと伝わってくるので私も苦しくなってしまいました。結果谷村さんから自由という2文字を抜いたら面白くなくなるということが分かりましたそうか私好き勝手やってるからいいのかそうかもしれません。枠をはめたら別人になってしまい実力が発揮できませんね。また話が再び戻りますが、1月7日隣の高校生全く見知らぬ高校生ぐらいの男の子より双眼鏡を何度も貸してくれたので私はバッチリあなたの顔を見ることができました。可愛かったです。やっぱり生ですね声も顔も。場内に澄んだ声が広がって私本当にこのまま、命が絶たれても悔いなしと真面目に思いましたよ。このリビングルームのサイドボードの上にあなたのビデオテープと本3冊がきちんと置かれています。近いうちにまた、筆を振るい何か書いてください。楽しみに待っています。あなたの音楽を聴いたりビデオを見たり本を読んだりとっておきチューズデーのテープを聴いたりしているとその向こうにあなたの育った素晴らしい家庭が見えてきますよ。きっと愛情いっぱいにそして厳しく育ってこられたんでしょうね。厳しかったっすよ。それに加えて音楽がいつも流れているご家庭だったんでしょう。お父様がレコードコレクターであられたこととお母様がコーラスを趣味とされていることなどなどから詳しいな。そしてとっておきチューズデーの選曲はどなたがなさっているのか分かりませんが私の大好きな曲が多いのでこれまた幸せです。私も育った家庭がそうでしたので今は子供と一緒に音楽談義に花を咲かせています。チークダンスの CD を買ってきた日にとっておき2つかかったのでびっくりしました。去年までは体調を崩し塞ぎ込んでいましたが今年の私はあなたのコンサートで希望をもらってきましたのでちょっと違いますよ。家族もそんな私を見て喜んでいます。まだ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 たくさん書きたいことがありますがここでペンを置きます。こんなファンもいることを知ってください。長崎の片隅で年齢も顧みず応援しています。お元気で。PS 息子の高校では週に1回お昼休みに必ず谷村さんの曲が3曲連続してかかるんだそうです。放送部員にファンがいるんだろうねと申しておりました。かしこということでもう本当にあの女性の方です。もちろんお母様でいらっしゃってちょっと体調が悪くて家族の心配の中からなんか私と谷村見て、まあ、とっておきチューズデーと出会っていただいたんだと思います。本当本当にもうこれはもう喋り手妙理に尽きるというか DJ 妙理に尽きるお便りをいただいたような気持ちがして大変嬉しくちょっとうるうるなんてしながら読んでしまいました。本はね書こうと思っています。お話をいっぱいいただいていてちょっと時間に余裕ができたらまあ書き上げて出版したいなと思ってますからもうちょっと楽しみに待っててください。お体に気をつけてそしてこれからもどうぞよろしく。素敵なお便りありがとうございました。この番組は本当に幅広いリスナーの方が聞いてくれているのでですねいつも私がすごく刺激になるというのかないろんなことをねいつも学んでいるんですよ。ありがたいことですよね。それでは曲を聴いてください。谷村亜美です。信じるものに救われる。子供の頃は夢がたくさん
最後にお送りしました曲、谷村恵美で信ずるものに救われるでした。本当にね、いつもいつもこんな私のおしゃべりにお付き合いくださってありがとうございます。もうそんな感じですよ。確かになんか楽しくやらせてもらってるんだけど、いつもなんかお便りを通してたくさんの出会いがあって、なんかありがたいなって思っています。そんなとっておきチューズデーも残すところあと3回、今日で3回だ、あと2回となりました。今ですね、ピアノの前からとっておきチューズデーできるかどうか、郡司さんがものすごく今頑張ってくれていますので、結果は来週の番組でわかるんではないかなと思いますので、お楽しみに。お便りお待ちしています。締めっぽく皆さんならずですね、前向きなやつとかですね、今のうちだから聞けることとかお便り書いてください。郵便番号 150-01 NHKFM ミュージックスクエア、谷村恵美のとっておきチューズデー、急げ急げ急げの係まで、早めにちょうだい、早めにお待ちしています。さあ来週はどうなるんだろうな。やはりですね、あと2回ですから、ちょっとね、何かそれぞれにこう何バリエーションを持たせて普通に送りできればと思ってますというわけで、暖かくなる中にもやはりまだヒュッと冷えたりする瞬間がありますので、季節の変わり目、本当に体風邪などひかないようにご注意ください。新しい環境に向けての今まさにこう体力をつける時期ですからね。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。お相手は私、谷村恵美でした。じゃあまた来週も聞いてね。じゃあね、バイバイ。